毎回海外行くときに、うちら結構いろんなところとかあんま人が行かないところ行くからね、本当に毎回国をまたぐことに本当に 2,3 時間前に空港とか来て、本当にもうお祭りを始められます。まあ、毎回なんか例えば海外とかそういうとこ回ったり変なとこ行ったりしたときに空港でさ薬とかやられたらさ、もう本当に終わり、人生終わりだから、こういうちっちゃいとこにドラッグ薬入れられて運び屋にさせられちゃったりとかしたら、本当にそれでそこに捕まって言い訳できないから、本当に全部開いて全部開けて帰って、これはねできないね。はい、18歳の時でね、エロ本をねホテルでね、うん、手に入れたんだよ、うん、モザイクなしの、うん、そう、もう嬉しくて嬉しくて、もう奥の方に隠してね、あのこういう空港でカナダの空港で友達、まあ、そんなに知り合って浅い友達、うん、旅行に行ったんだけど、その友達とエロ本も隠して入れて、うん、イエーイ後で見るぜやって、空港のあの何だっけあるじゃん、スキャナー、スキャナーどうですかあるじゃん、うん、でそこ通してピピピピってなと、まあ、本なんかなるわけない、本なるわけない、まあまあ奥に入れたし絶対見つかんないなみたいな、安心してるでしょ、うんうん、で綺麗なお姉さんでさ、超綺麗なお姉さん、綺麗なお姉さん、見つからない見つからないで、まあいろいろ調べて、あ、OK で、もう一回またピーって通して、ピーって通して、まあ、当時はまたピーってなって、まずなんだよ、何入ってんだよ、うん、何回やってもピーってなって、うんうん、もういろんなとこ調べ始めて、あ、もうダメだ、あ、お姉さんがエロ本に行って、あ、お姉さんエロ本見つかると思って、うん、見つかった見つかった、もうその時点で超恥ずかしいじゃん、みんな見てる、みんな見てる、もうそういう意味だと、あーそう、もうそんな感じで、みんな見てて、もうエロボン俺一人だけ、まあでもまあエロボンちょこんっていろんなものが出てて、エロボンちょこんじゃん、うん、まだそんな街で、うん、うん、でまた、普通にね、また全部人出てこなくて、そしたらもう女の人がエロボン一枚ずつ見切り始めて、みんないる前で、俺の前で、あーもうやめて、あーもつらい、超恥ずかしい、超恥ずかしいよ、恥ずかったらもうで、最終的には全然見つからなくて、最後はクリップ、ちっちゃいクリップがエロ本の中から出てきて、はぁ、ってことは、ってことは、夜はそのエロ本は全然見なかった、じゃあ、拾って、そのまま入れてお姉さんが俺を先に見た、それはなんか入ってると思わなかった、いや、もう本当初めての旅行とかだったから、なんか別のこと入ってるかもしれない、何別のこと、あれだなって、ベロちゃんのあれが分かる人はコメントください、本当に分かんないわ、楽しんでもらったらチャンネル登録と高評価お願いします、コメントもよろしくお願いします。